ハンブルクバレエ団はドイツのハンブルク州立歌劇場を拠点とするバレエ団である。1973年から振付へのジョン・ロイマイヤーが芸術監督を務めている。ハンブルク州立歌劇場の外観1678年、ハンブルクに王公貴族の支配を受けない市民劇場が開場した。同劇場にはバレエ団があり、 バロックオペラの舞踊場,場面に出演していた。19世紀前半のハンブルク歌劇場には、マリー・タリオーに、ファニー・エルスラー、ファニー・チェッリート、ルシル・グランらの著名なバレエダンサーが客演した。ハンブルクバレエ団が世界的に知られるようになったのは、1973年、ジョン・ノイマイヤーが芸術監督兼主席振付家に就任してからである。ノイマイヤーの下で、 同バレエ団はドイツを代表するカンパニーの一つへと成長した。1978年にはハンブルクバレエ学校が歌劇場内に設立された。1989年、バレエ団及びバレエ学校はハンブルク郊外にあるバレットセントルムハンブルクに拠点を移した。この建物は建築家フリッツ・シューマッハーが設計した学校施設を改装したもので、 稽古場や寄宿舎などの設備を備えている。ノイマイヤー振付、アーサー王伝説の上演の今イ,イヤー振付、マーラー交響曲第3番のカーテンコールバレエ団のレパートリーは、ノイマイヤーの振付作品が多数を占める。ノイマイヤー以外の振付家による上演作品は以下のものなどがある。バレエ週間は、ハンブルクバレエ団が1975年から毎年、 開催している公演である。シーズン最後の2週間、ノイマイヤーの代表作が日替わりで上演されるとともに、ハンブルクバレー学校の公演や、世界の有名バレー団の招待公演なども行われる。バレー週間の最終日は、ニジンスキー柄と呼ばれる柄公演で締めくくられる。バレーワークショップは、ノイマイヤーが芸術監督に就任した1973年から、 定期的に開催されている一般市民向けの講座である。主に新作バレエの振り付けの現場を公開し、作品の解説や実演を行っている。ハンブルクバレエ団は1986年に初来日し、その後も1989年、1994年、1997年、2005年、2009年、2016年、2018年に、 日本公演を行っている。2020、2021シーズンにおいて、所属ダンサーは64名である。ダンサーの階級は、プリンシパル、ソリスト、コールドバレエであり、その他にゲストアーティストと研修生がいる。バレット・セントルム・ハンブルクの入り口ハンブルクバレエ、学校は、1978年に設立された、ハンブルクバレエ団の付属学校である。 ノイマイヤーが校長を務め、講師の多くはハンブルクバレエ団の出身者である。クラス構成は7歳から9歳、10歳から16歳、16歳から18歳の3つに分かれており、クラシックバレエのほか、モダンダンスや振付、フォークダンス等の幅広いダンスを学ぶことができる。同バレエ学校の出身者はハンブルクバレエ団をはじめとする世界中のバレエ団で活動している。 ナショナルユースバレエは2011年に設立されたハンブルクバレエ団のジュニアカンパニーである18歳から23歳までの若手ダンサー8名で構成されノイマイヤーが総監督を務める若手振付家への作品を主なレパートリーとし地域の人々との結びつきを深めることを目的に学校や美術館、老人ホーム、刑務所など 劇場以外の様々な場所で出張公演を行っている。カンパニーの拠点はバレエ団及びバレエ学校と同じくバレットゼントルムハンブルクに置かれている。日本人ダンサーの菅井エンカーは2012年から同カンパニーで活動し、2014年にハンブルクバレエ団へ移籍した。ありがとうございます。